マクドネル・ダグラス。マクドネル・ダグラス。マグダネル・ダグラスは、かつてのアメリカの大手航空機製造会社である。民間や、軍用の、数多くの著名な飛行機を生産している。ジェームズ・スミス・マクドネル設立のマクドネル・エアクラフト社と、ドナルド・ウィルズ・ダグラス設立のダグラス・エアクラフト社の、合併により1967年に誕生した。カリフォルニア州。 ロングビーチとミズーリ州セントルイスに製造工場がある。1997年にボーイング社に吸収合併された。マクドネル・ダグラスの前身はジェームズ・スミス・マクドネルとドナルド・ウィルズ・ダグラスがそれぞれ設立した航空機メーカーに由来す。両者ともマサチューセッツ工科大学出身でグレイエル・マーティンに勤務していた経歴を持つ。ダグラスはマーチンで チーフエンジニアを務めていたが、1920年にマーチンを去ってロサンゼルスでデイビス・ダグラス社を設立した。1921年には共同出資者から事業を買い取って社名をダグラスエアクラフトに変更した。マクドネルは1928年にウィスコンシン州ミルウォーキーに JS ・マクドネルアソシエーツを設立する。マクドネルは 自家用小型飛行機の生産を目論んでいたが、1929年の強行で計画は破綻して会社は倒産した。その後マーチンで働くこととなったが、1938年にマーチンを去って、ミズーリ州セントルイス近郊にマクドネルエアクラフトを設立して再起を図た。その後、第二次世界大戦の需要でダグラス社は成長することとなる。 1942年から1945年までに3万機、近くの航空機を生産し、従業員は16万人に膨れ上がった。対戦中の主な製品には、C-47 スカイトレイン、DB-7 ボストン、SBD ドーントレス、A-26 インベーダー、DC-4 などがある。また、アメリカ陸軍航空軍のシンクタンクも設立し、これは後に、 ランド研究所となる。しかし戦争が終結すると、両者も政府受注の終結と余剰機体の処理に苦しみ、特にダグラスは10万人近くの人員を削減した。戦後もダグラスは新型機の開発を続け、1946年には傑作機 DC-6 を、1953年には最後のレシプロ旅客機となる DC-7 を送り出す。 またジェット機生産にも乗り出して1948年には、海、3D スカイナイト、1951年にはより、本格的なジェット機海 4D スカイレイを、海軍向きに製造した。同時に、民間ジェット機の製造も、はじめ、1958年にはボーイング707に、対抗して DC-8 の製造を開始し、 その後短中距離用ジェット機の DC-9 の製造も開始する。マクドネルもジェット機の開発を進めていたが、当時は比較的小規模な会社だったことが幸いして、思い切った航空機設計を行うことができた。その結果 FH-1 ファントムが傑作機として誕生し、続く回2 h 版 c F3H デーモンと共に、 海軍御用他市の戦闘機メーカーとなるきっかけをつかんだ。朝鮮戦争後マクドネルは主要戦闘機メーカーとしての地位を確保し、1958年には有名な海マイナス4ファントム2を送り出す。ミサイル分野においても両者は積極的に開発を進める。ダグラスは空対空ロケット弾やミサイルを製造していたが、1956年のナイキ計画で、 総合迎撃システムを開発し、またスカイボルトアルバム及び PGM-17、総 IRBM の主契約者となった。さらに NASA からも仕事を得る。特筆すべきは、サターン V ロケットへの参加であろう。一方マクドネルは、NASA のマーキュリー計画と、ジェミニ計画への参加を当て込んで、極超音速飛行の実験を行っていた。また、タグラス同様ミサイルも製造しており、 その中にはユニークなおり用ミサイル ADM-29 エイルがある。ついに両者はアメリカの主要企業の仲間入りをしたが、同時に問題を抱え込むこととなった。ダグラスは、Z ット旅客機 DC-8 と DC-9 のコストコーが経営に影響して、マクドネルとの合併を模索し始める。交渉が1963年に始まり、 1966年12月には、ダグラスが入札要請を行って、これに応じたマドネルの応募を受け入れた。1967年4月28日に、両者は正式に合併して、マクドネル・ダグラス社となる。合併後、当時のマクドネル社長、デイビッド・ルイスが、旧、ダグラス部門の責任者に指名される。当時 DC-8 と、 DC-9 は大量の注文を受けたために9ヶ月から18ヶ月の納期の遅れが生じていて、ダグラスは航空会社に莫大な違約金を支払っていたこともあり、合併時点においてダグラスは1年以内に破産すると見られていた。そのような状況下ではあったものの、アメリカン航空やユナイテッド航空などからの大型キジェット旅客機の要求に対応するために、 1960年代中盤にマクドネルダグラスにとって初のワイドボディ旅客機である DC-10 の開発を開始した。同期はロッキード L-1011 トライスタートの激しい販売競争の中、ルイスは精力的に DC-10 を売り込み2年で経営を軌道に乗せて黒字化した。その後ルイスは セントルイスの本社に戻り、1981年まで社長権最高執行責任者として会社を率いる、かたら DC-10 の販売も続けた。DC-10 は1968年に製造が始まり、1971年に最初の引き渡しがなされ、設計不良によるトルコ航空 DC-10 パリ墜落事故や、 その設計不良のもみ消し工作の発覚そしてオイルショックの影響を受けながもその販売は順調に推移した。1977年には DC-9 を長導化したスーパー80シリーズ、後に MD-80 シリーズの型番が与えられたが発売されて世界各国の航空会社からの発注を受けて大成功す。軍用機分野では -15 イングル。 海 A-18 ホーネット、ハープウンミサイル、トマホークミサイルその他を送り出して成功する。特に海 -15 はアメリカだけでなく、イスラエルや日本などの当時の西側諸国でも主力戦闘機として大量発注され、その多くが現在も使用されている。しかしながら海 -15 は堅実な設計の機体であり、FH-1 ファントムから海 -4。 ファントム2に至る歴代のマクドネル社の戦闘機に比較して革新性では後退が始まっており、後の長落につながる傾向はこの段階で始まっていたという指摘がある。また会 A-18 ホーネットは元来はノースロップ社の開発した機体であった。なお、1970年代の石油ショックは航空業界に深刻な打撃を与え、 マクドネルダグラスも経営を大幅に引き締めるとともに、多角化によるリスクの分散を余儀なくされる。1984年には、軍用、民事用のヘリコプターの大手である、ヒューズヘリコプターズを買収して、社名を MD ヘリコプターズとした。また1980年代には、アメリカ空軍の次期大型輸送機の発注に成功し、C-17 を開発する。 C-17 は、冷戦下において、アメリカ合衆国本土より、ヨーロッパの前線未整備小型飛行場に物資を大量輸送する、一関空輸を担う、大型長距離輸送機を開発する、直輸送機計画 C-X カーゴエクスペリマントルによって生み出された。軍用機と民間機の双方で成功を手にした、マクドネルダグラスが、MD-80 シリーズの次に市場に、 投入したのは MD-11 で、これは DC-10 を改良して、アビオニクスを近代化した機種である。しかし、設計時に発表された性能を実現できなかったことで、シンガポール航空などの大手顧客を逃したことや、より効率の高い2発エンジンのボーイング777や、エアバス A330 などのライバルに顧客奪われたために、 当初から販売的に苦戦を続けた。同時期に導入された MD-90 は MD-80 の胴体を延長して EIV2500 型エンジンを搭載した後部配置エンジンとしては最大の旅客機である。機体短縮型の MD-95、後のボーイング717は近、中距離向けの航空機で、 マクドネルダグラスとして設計した最後の民間ジェット機となった。1992年には、総2回の機種 MD-12 が計画中であることを公表する。それ以前 MD-12 は MD-11 の胴体延長型として研究されてきたこれは一時的に話題となったものの、同社にはそのような巨大な航空機を開発する。 企業力も資金力もないことは明らかで、計画はすぐに消滅してしまい、ボーイングやエアバスに、シェアを奪われている現状への危機感と受け止められてまう、逆効果に終わってしまった。あとに、ボーイングも747の後継に、総2回の機種を計画したが、最初に実現したのは、エアバス A380 となった。その後、MD-11 を基本都市動体の延長。 主力の感想などでボーイング747クラスまで大型したものを MDXX 計画として発表し、ある程度の関心を集めたものの、この計画もすぐに中止され、マクドネルダグラスは旅客機の自主開発を諦め、ライバルの商品であったボーイング747の大型化に参画していくことを発表し、航空業界を驚かせたが、 これはその後のボーイング社との合併の布石ともなったのである。MD-11 は1986年の発売以降200機が販売されたが、当初計画された性能を実現することができなかったことや、ボーイングやエアバスとの販売競争の激化の煽りを受けて、販売予測を大幅に従えたために経営を圧迫するようになっていった。 また、それに合わせるように MD-90 シリーズの販売数も、同じくボーイング737や、エアバス A320 シリーズとの競争に押され、1990年代に、入り加工船をたどるようになっていった。また、1990年代に入って、東西冷戦が終結したことにより、湾岸戦争などの一時的な特需があったものの、 民間機と並ぶ企業の屋台骨であった軍事の発注が減り続けた。そして F-15 の後継機開発計画である先進戦術戦闘機計画において書類選考で落選してしまう。窮地に陥ったマクドネルダ・ダグラスは中国で上海航空機製造と提携して海外発の製造工場を作ったがそれが失敗して調落を決定づけた。 ボーイングは1996年にロックウェルインターナショナル参加のノースアメリカンを買収し、翌年には130億ドルの株式交換でマクドネルダグラスを買収してザ・ボーイング・カンパニーが発足する。マクドネルダグラス社名での航空機販売は1998年で終了し、以降はボーイングが販売した。なお、MD-11 は ボーイングと合併後2001年にボーイング777との競合を避けるために製造が終了し、MD-90 シリーズも MD-95 がボーイング717と解明された後に生産が終了した。合併以前の製品については、マクドネルエアクラフト及びラグラスエアクラフトの項目を参照を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。